はい、こんばんは。今回なんですけれども、インスタグラムの、メッセージとかでですね、ミセスグリーンアップルの炎上についてお話ししてくださいとか、三木谷先生はミセスグリーンアップのミュージックビデオを見てどう思いましたかとか、そういう意見をですね、求めるリクエストがね、殺到してるんで、まあ、今回ミセスグリーンアップルのね、新曲コロンブス、これのミュージックビデオが炎上している件について僕の意見をお話しさせていただこうと思うんですけど、まあ、これネット上の意見見ても結構意見割れてて、なんでこれがいけないのとか、別にいいじゃないか、こんなんでいちいち突っかかって炎上させるのもおかしいだろうっていう声もあれば、いやこれは明らかに完全アウトだよねって、時代背景を分かってない、ちゃんと歴史を勉強しないっていう、意見もあるわけであって、じゃあ僕の意見はどうかっていうと、もう結論から話しますと、ミュージックビデオはもう完全にアウトです。はい、僕はもう完全にアウトで、なんであんなミュージックビデオを作って、まあ、大勢のスタッフが関わって作ってる中で誰も反対しなかったのか、あるいはこれおかしいよね、絶対炎上するよねって分かってる人はいても、上の人間が決めたことなので逆らえないから黙っていたとかね、そういうパターンもある可能性はありますね。日本社会ではね、よくあるんですよ。上の人間が決めたことで下の人間はおかしいって分かってても逆らえなくて意見が言えないっていうこと、あとはまあそのミセスグリーンアップルの人たちも、まあその格好、コロンブスの格好したりとか、ナポレオンの格好したりとか、ベートーベンの格好したりとかして、まあ類人猿のような人たちとなんかいろいろアクションするっていうの映像を撮ってるわけなので、その人たちもなんで違和感を覚えなかったのかっていうのも疑問を持つわけなんですけれど、まあ、僕ねミセスグリーンアップルさんは別に嫌いじゃないんですよ。歌も好きだし、紅白、も見ててもね素敵だなって思ったしね、日本をね代表するトップアーティストだと思うんですけど、まあごめんなさい、今回に関してはですね、ちゃんと歴史を勉強しておいてほしかったっていうのが本音です。まあ本人たちもね謝罪しているので、別に僕は許さないとかじゃなくて、今後も応援させていただこうと思っております。別にこの歌手の皆さんね、すごく立派な人なので全然嫌いじゃなくて、むしろ大好きなんですよ。で、知らない人のためにですね、簡単にいきさつを説明させていただこうと思うんですけど、まあ、ミセスグリーンアップルっていうですね、歌手の皆さんがいて、まあ、新曲コロンブスっていうミュージックビデオを、まあ、YouTube で公開したんですよね。まあ、その内容がですね、メンバーがコロンブスとかナポレオンとかベートーベンに扮して、なんか島に訪れるような感じ、そうしたらそこには類人猿みたいな人たちがいて、まあ、その人たちにピアノを教えるとか、まあ、馬車を引かせるとかですね、まあ、そういう映像があったわけですね。で、まあコロンブスっていう人は、まあ今ではですね、もう英雄って扱われてるよりかはやっぱりこの人は奴隷商人だった人なので、まあ、あんまりコロンブスを賛美するっていう風潮ではなくなってきてるわけです。これはね、すごくいいことだと思うんですよ。やっぱりその大航海時代っていうのは昔から賛美されてるんですよね。まあ、スペインとかポルトガルが中心になってね、まあ、アメリカ、大陸、アジア、アフリカのとね、いろんなとこを訪れていって、開拓していったのはいいんですけど、結局白人がですね、先住民を大虐殺してるんですよ。まあ、征服して奴隷にして疫病を持ち込んで大量に死なせてしまってって、文明を滅ぼしてってね、奴隷にしてってね、ひどいことをしてきた歴史なんですよ。白人が行ってきた蛮行の歴史の、まあそれがスタートっていうかですね、まあ、その以前からそういうことは行われてたんだけど、こっからひどくなっていったっていうのがあるわけですよね。はい、まあそれをまあ大体歴史で世界史とかでざっくり学んでるとは思うんです、皆さん。だけどちゃんと教えてないっていうのはあると思います。それ後でね、詳しい理由とかもお話ししようと思うんですけど、まあそういうことがありまして、 YouTube のコメントなんかもう大炎上だと、なんでこんなのを出すんだって、
極めて不謹慎だとか日本の恥だとかですね、そういう意見があったわけであって、ですぐにですねそのミュージックビデオを見せれなくしたんですよ。停止して、で公式サイトで、謝罪をしてるんですね。対応は早かったんですよ、対応は良かったと思うんですけど、だけどあのミュージックビデオね、誰も疑問を持たずに作ってアップロードしたっていうのが、僕はこれ完全に感覚がおかしいなって思うんですね。で公式サイトの発表では、歴史や文化的な背景への理解に欠ける表現が含まれていたため公開を停止することといたしました。当社における公開前の確認が不十分であり、皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後はこのような事態を招くことがないよう細心の注意を払い、皆様にお楽しみいただける作品をお届けしてまいりますということで、でカウントダウン TV6 月17日出演予定だったのも出演見合わせになったと。で今日放送予定のミュージックステーションも、歌唱曲の変更が発表されたと。でメンバーも謝罪して、でコカ・コーラ、この曲を使った広告っていうのも、まあ、中止になったと。まあ対応はですね早くて悪くはないんですけれど、まあやっぱりね、僕はねそのミュージックビデオね見たんですけどね、まあありえないなっていうね内容でしたね。明らかにその大航海時代みたい、まあコロンブスですからね、で先住民の人たちを類人猿のように例えて、であたかも自分たちよりもなんか極めて知能の低い人間たちがいて、まあ、その人たちになんか教えるとか奴隷のように扱うっていう演出に見えたんで、これはもう世界中の人たちが見たら、まあ今の現代の人たちだったらかなり違和感を覚える内容ですね。特に黒人の方ね、アフリカ系の方とかインドの方とかね、今まで辛い歴史を味わってきた人たちにとっては特にひどい内容だと感じると思うんですよ。でこれまた日本人だとちょっと感覚がずれてるっていうのはあります。まあ歴史をしっかりと、正しい歴史をしっかりと教えてないっていうのもあるし、日本って本当に幸い、まあ運が良かったっていうのもあるし、日本人が優秀だからっていうのもあるんですけど、まあ植民地支配されてこなかったと。日本人が奴隷として扱われるとか、奴隷はあったんですよ。戦国時代とか、豊臣秀吉の時代なんかに、日本人が奴隷として海外に売られたっていう歴史もあるんですけど、まあその時もですね、まあ、豊臣秀吉やっぱり極めて優秀な人なんでね、まあ問題だと、バテレンを追放しようと、日本人を奴隷として連れてくるなんてけしからんとですね、対応して、まあ、その後の江戸幕府も鎖国を行ってと、で日本の文化を守ったっていう歴史があるわけですね。なので日本は大航海時代でも白人は訪れたんだけど、まあ、たまたま戦国時代で強力な軍事力を持っている大名がですね各地にいたので奴隷にならなかったんです。ですぐに鉄砲が伝わってですね、日本国内で鉄砲を、火縄銃を大量生産して、さらに軍事力を、強くして、まあ植民地にすることができなかったわけですよね、スペインもポルトガルも。だから極めて幸運だったんですけど、だけどそれ以外の、あれですね、アメリカ大陸とかアジア、アフリカは対抗することができなくてですね、まあ、ひどい思いをしてきたっていうのはあるわけですよね。でもちろん大航海時代以降も、まあ、白人が有色人種たちに行ってきた蛮行っていうのは本当にひどいもので、まあ、イギリスの三角貿易、まあ、アフリカから黒人をですね、黒人狩りをして船に大量に詰め込んで、その船の中でもですね、病気になった人は海に投げ込んで物のように扱って、でアメリカ大陸に連れて行って、農園でですね、強制労働させたりとか、あるいはもうアフリカもですね、
ヨーロッパの白人たちによって完全に分割されて、植民地支配されて、現地の人たちは奴隷のように働かされて、この奥さんを木に縛りつけてですね、旦那さんに無理やり働かせて鞭で叩いてって、で、ちゃんと働かないと奥さん解放しないぞって言ってですね、もうちゃんと働いた頃には奥さんもう死んでいたとか、本当にひどい歴史があるわけですね。手首を切ったりとか、簡単に殺したりとか、オーストラリアのアボリジニを銃で撃ち殺してね、アボリジニハンティングしてもう大量に殺してしまったとか、まあ、ネイティブアメリカの人たちを強制的に移住させてですね、大量虐殺したとかですね、あるいはもうインドでも東南アジアでも白人たちは、そこを植民地にして奴隷のように、あるいは本当に奴隷として扱っていたりとかですね、まあひどい白人のですね蛮行の歴史っていうのがずっと近代まで続いてきたわけですよね。日本はたまたま、あれですよね、奴隷として扱われなかった、植民地もされなかったと。で、まあ鎖国の終わった頃、幕末でも黒船が来航してですね、これはいけないと、すぐに近代化させようと、富国強兵で、で産業革命も起こして、で、白人のですね列強に対抗できる国をアジアで作ったわけですね。極めて日本人って優秀だったわけですね。まあ、それからもですね、国際連盟では、まあ、人種差別をなくそうと、日本は奮闘してたわけです。白人と戦ってきたわけで、で第二次世界大戦でも、まあ、アジアを解放すると、大東亜共栄圏を築くっていう、名目もあってですね、まあ、日本は有色人種の中でですね、本当に孤軍奮闘して白人と戦ってきたわけです。まあ、もちろんその日本が行ってきた戦争の行為についてもですね、まあ、いろんな意見はあると思いますけれど、まあ、間違ったこともあったとは思うんですけど、ただそれまでの白人のやってきた蛮行をしっかりと歴史を学んでから、日本のね、大日本帝国と旧日本軍が行ってきたことを、学ぶとですね、全然見え方が違ってくるんですね。まあ、根本的に白人のですね、その列強の行ってきたことの中で大日本帝国が行ってきたっていうことをしっかり学ぶ必要があるんですけれど、それがですね、やっぱり日本の歴史教育の中ではその教育がしっかり行われてきていないわけですね。戦後は、まあ、戦後日本は敗戦国になって、まあ、GHQ のですね、その占領政策、まあ、日共争が教育して、まあ、あれですよね、自虐史観を植え付けられていると。で、愛国心が湧いてこないような、日本人を劣化させるような教育が GHQ の中での方針で行われてきたわけであって、まあ、日本人の団結力を恐れたわけだと思いますね。まあ、それはですね、 WGIP War Guilt Information Program って言ってですね、まあ、日本人の贖罪の意識を植え付けて、自分たちはひどいことをしたんだって、アメリカやイギリスに対して歯向かってひどいことをしたんだっていうですね、間違ったですね、自虐史観を我々日本人は植え付けられて洗脳させてるわけですよ。で、それを洗脳するためには、それまで大航海時代から、近代における白人がですね、アジア、アフリカ、アメリカ大陸で行ってきたひどい蛮行をですね、しっかりと教えることができないんです。それをしっかり教えた上で、日本の近代史を学ぶと、日本のその行ってきたですね、その自虐史観をちゃんと植え付けることができないので、だからやっぱり日本人の頭の中、その歴史教育がですね、中途半端なんですよ。なので今回のですね、このコロンブスっていうミュージックビデオを見ても違和感を覚えない人たちがたくさんいて、まあ、これが世に放たれてしまったのではないかなって僕は思っております。はい、っていうのが僕の意見なので、まあ、今回のコロンブスっていうミュージックビデオは完全にアウトだったと思っております。はい、これが私の意見です。僕とね、違う意見の人は遠慮なくコメント欄にお書きください。僕も全部ね、真摯に読ませていただきますので、ご視聴ありがとうございました。